来ると基盤整備含めて都心部に国がまともに金突っ込んでくれる機会だからオリンピック関係してただけであって、正直言ってオリンピックの時ぐらいしか東京都に行かない、下ろさないんですよ国ってところは。私は都心区にいますから正直そこはしみじみしてますけど、私どものこの区域から待ってる国税、都税、それから区民税、そういったもの全部かき集めた金のですね40分の1で一応今区政やってるんですよ。残り39どこに行ったかって言うと日本全国行っちゃったの。でもそれ行っちゃうことはに文句つけてるわけじゃないですよ。私はそういう構造になってるんで、逆に言うと都心部でこれだけはもっと収入を増やすために必要だから金出してくれっていう時に出してくれないから文句言ってるんです。この国の政治ってのは常にそうですけど、こう取れるところから取るだけ取ってここで出さないんですよ。当初はあそこはもう豊かな国だから。おかげさまでね、本当に日本全国にNHK の逆になんだ BS2 でさ7時半ぐらいから日本の歌だってやってと、いろんな地方で2000人規模の大ホールがいつも見せてもらえたらすげえなと思ってますけどいいなと思ってますけど、うちは花も作る余地もないしやってもいないけど、ただ正直こうこのオリンピックってそういう意味で機会だと思ってたんだけど、そういうことを狡猾に見定めて都心部に金来るのはそういう機会しかねえから、こういう時にきちっと基盤作りしとこうという意識を東京都にはあったかというと必ずしもそうでもないような気もするんだけど、でそのレガシーとかなんかまあ流行り言葉は言ったけど、東京都の構造としてそういうふうにやったかどうかってあったかどうかっていうのはちょっとね、そういうオリンピックを利用するみたいな、徹底して利用して国の金を引っ張り出す機会だって、その時に基盤作りの骨格だけちゃんと作っておこうみたいな意識があればよかったんですけど、そういう狡猾な意識が非常に薄かったから、今度は安くていいと圧倒的に負けちゃうんだね。やっぱり将来像がないわけだ両方とも。だからそこは困ると思う。で私はまあ正直言って、もう手作り都市計画みたいなことを地区計画もやったり拠点開発もやったりして手作り都市計画ですけど、都市計画やっていく、そして渡辺堀先生のこう話なんかをやっぱ骨身に染みていくと、やっぱり産業といいますか、この国がどうやって飯食っていくのみたいなことで、それを例えばこの中心部でどういうふうに司っていくのみたいなことはやっぱり非常に気になるし、そしてまた自覚として正直言ってこの区で稼がないと日本が稼げないじゃねえかっていうやっぱりこう意識もあるんですね。でそういう中でやっぱり中長期的に、まあ、日本のいろんな問題をこう考えた時にもう課題はちょっと基本的に明確じゃないかと思ってるんですね。でそれは私は5つ課題があると思ってまして、一つはやっぱりこれからまあね非常に危険な要素はいろいろありますけれども、大きな戦争がない限り、ここ25年ぐらいでまた20億ぐらい世界の人口増えちゃうんですね。今70億人ぐらいなんですが、国連の予測だと90億になっちゃうっていう話なんですね。2050年にはそうすると実際の話、エネルギーと食料の問題はこれ分配が世界的に厳しくなるなと。
それとそのエネルギーをどういうふうな形で日本と国は求めていかなきゃならないかとか、食料自給率をどれぐらい上げなきゃならないかというのはやっぱり非常にこう鮮明な課題として上がってきて、それはうちの国は直接関係ないんだけれども、やっぱりそのうちから持ってた金の使われ方として、例えば一次産業をまともにきちんと育成をしていくとかなんかってことはやらなきゃいけないだろうなと思うんですね。だから例えば変な話ですけど、私ども都心部で正直言って、都市計画法や基地法のさまざまな法をこうの例外として特区制度を使ってどうのこうのってやります、やってますけど、まあ、特区制度なくてもね、まあ何らかの理屈つければできる話なんですよ。本来特区を使うのは例えば一次産業の発展だかというところで、あの農地法だとかですね、農業調整法だとか面倒くさい言ってるところで、やっぱり儲かる農業、儲かる漁業をやらせるためにむしろ積極的に特区なんか使うべきだと思ってますけどね。あのそういうことを含めて、やっぱり私はね、食料の問題、エネルギーの問題というのはね、やっぱりちょっときちっと検証する必要があると思ってますよ。で、今感情的に原発反対って言ってることも含めてですね、世界的な趨勢も考えながら、実際にそういう人口増加みたいなものを含めて、実は原子力ってそんな簡単に早く捨て去っていいのかっていうことも含めて、やっぱり考えておかないといけない課題で、これは中長期的な日本の課題の1番目、2番目はそれだと思ってますね。で、3番目はやっぱり正直言うと産業構造を変革させないと、正直こう、なんて言いますか、人口減少社会の、まあある意味で全体の GNP が落ちていくとかなんかって問題に耐えられないんで、まあ効率化ってことを相当やんなきゃいけないだろうし、それから ある意味で内需外需含めていろいろ見渡しながら、やっぱり観光でやっぱり相当お金を日本に落としてもらうような仕掛けをやっていかないといかんと思ってますね。実は外人観光客、やっぱり去年の段階では2兆円ぐらい落としてますんで、やっぱり GNP の 2% ぐらいに当たる話なんで、そういうやつはやっぱり 4兆円とかなんかっていうふうにしていく仕掛け、つまり観光立国みたいなのをきちんとやるべきだと思ってますね。今中国でも正直言うとホテル相当逼迫して不足してますからね。それからバス、観光バス自体がもうかなり逼迫してますし、運転手不足してますね。で、実際にこの都心の観光地にするとバスは来るんだけど道路に駐車していくもんだから交通問題を起こしてますんで、だからうちはそういう意味で言うと東京都に強く言ってますけど、築地の土地はどう処分してもらっても結構だけど、1階と地下だけは交通ターミナルに作っておけよと、それで観光バスあそこに200台300台止めておけるようにしてくれないと、都市部に来た観光客のバスの置き場ねえからよと、上はどう開発してもいいと、どう開発してもってマンション作るのは勘弁してくれって言ってんだけどもいらねえんだよ、っていうのは正直言ってまたね、日本国民の質が変わっちゃったし、それから国っていうか行政の体質も少し変わっちゃったけど、もうね、後からマンションでね、後から入ってきてもね、文句言うんだよ絶対住民は、思い出で、隣がさ、ナウテの無法地域でしょ、場外だから道路に飛び出して商売してるわさ、誰をもう、こう一歩通行の関係ねえんだから、ぐしゃぐしゃやってんだから、それはお前隣に入ってきて、あれはおかしいって言われたらさ、これは困るんだよね。困るっていうのは、隣り合ってるところで町自体が歪み合うと、やっぱり町全部沈没しますからね。
感情的に面白くないものが残ると街ってやっぱすさむんですよ。だから絶対場所はダメって言ったんですよ。あそこのあの喧騒とぐちゃぐちゃがいいやっていう、まあ、人が来てくれるような施設じゃないと困る。ただその前提としては1階と2階は、あ1階と地下はとにかく交通ためには使えて、そういうふうにやっていかないと都心部の観光ってもうできなくなってきてるんで。それとあと築地は露骨に羽田とかディズニー、東京ディズニーランドとかそれから臨海部含めてあの水上交通でつなげられる可能性やっぱりありますし、それから、隅田川の河口ですから掃除をするあのスカイツリーなんかに外国に船で行くとかっていう水上交通の拠点にもなりうるところなんで、水上交通と陸上交通の結成点みたいな、ハートバスの本社持ってこいみたいなさ場所ですから、だからさなんかそういうふうにして、そのやっぱり基本的には東京都心部のあの観光化っていうのことも、4つ目はねやっぱり少子高齢化って話だよね。でまあ少子高齢化というよりはあの少子高齢化でそのなんか 2.8 人で1人を面倒見るとかっていう社会のあの社会保障制度なんかよく言うんだけど、そんな気にしてないで、逆に言うと1って人を減らせじゃいいじゃないか、それ分母増やしないじゃないか。やっぱりあのこれからちょっと危険な発言になっちゃうけど、年寄りも女も働けっていう社会だね。で現実にそういう核家族化で男女とも働いてるっていうやつは増えてきてるしね、うちなんかでも。だからその正直言えばそういうことができるようにしていく社会っていうのは、あの子育てについても介護についても、例えば子供たちをある程度長時間預かれる体制を作る、あの作ったり、それからあのいわゆる問題があった時にあの介護なんかでもショートステイとかあのデイサービスみたいなやつをかなり遅くまでやれるとか、そういうふうな体制はやっぱり整えなきゃいけないし、それからまあ正直今これそれを実践しようとしてね、子供たちね、結構夜遅くまで預かるのはいいんだけど、現実に預かってもいるんだけど、それで、あれなんだよね、まともに飯食ってねえな、夜6時、7時に。お父さんお母さん迎えに行くの遅いから。で夜10時頃あんたコンビニのハンバーグ弁当食ってたらね、朝飯食えなくなるんだよ。で、また朝飯食わないで学校来るやつ、学校多いんだ。だからこれダメだね。やっぱ6時、7時には飯食わせないとね。だから今ちょっと、来年から実験するけどさ、みんなで作ってみんなで食べるみんなの食堂っていうのをやろうとしてるんだよ、あの地域で。あの築地市場の余り物持ってきて、余り物って立ってさ新鮮だから、ね、あのそういうの持ってきてこうあのやっぱみんなの食堂みたいなの毎日やらないかみたいな、あの各小学校単位ぐらいで、それではっきり言うとお年寄りもあの子供たちも一人で食べるのはよそうと、みんなで食べようというようなコミュニティ再生計画みたいなんだけど、食を媒介とした、なんかそういうことやっていこうと。5つ目は直接うちとは関係ないんだけど、ただ将来中絶対そういう課題出てくるなと思ってるのは移民だね。やっぱり、ね、まあ俺がなくなっちゃった時かもしれないけど、やっぱ北朝鮮とか中国の経済って相当無理をしてるんで、まあいつか崩壊する時が来る。特に北朝鮮なんかきっと崩壊する。その時にそれをまた韓国経済吸収しきれないでしょ。やっぱ入ってきますよきっと。今まあいわゆる、まあ、世界全体が少し門路主義化しているんだけども、まあ200年経てばねきっと人種混合が平気で行われてその移民問題なんていうのは解決するっていうふうに200年ぐらいそう思わざる 思いたいけれど、大量のボートピープルみたいなのを押し寄せたりなんかする可能性も否定できないとすれば、それをどういうふうに考えていくのかっていうのは
大事なテーマなんじゃないかなと思うね。だからそれはまあその辺がこれからの日本の行く手に関わる大きな5つの問題だと思うんだね。でその部分はやっぱりその特にあの俺が話した3番目4番目なんかは例えばうちの区の実際の行政に関わっていくことだけども、全体的なテーマとしてどこの都市でもかかっていく大きなテーマで、そこのテーマがきちっと方向性が見えていかないと実は都市計画ってできないと思うんだな。あの木植えてさ、あの川流してさ、綺麗でしょってやってる分にはいいけどよ、まあ、そんなの都市計画でもなんでもないからよ。政治の大きな動向みたいなところで、そういう大きなテーマを政治が語らない時代なんですよ、今はね。でごくつまんない話ばっかりやってるんだけど、やっぱり都市計画とはなんていうかな、変な話、一旦作れば50年100年もつものを作ってるんで、そういう中長期的な課題をどういうふうにその地域地域で実践していくのかっていうようなところを見定めないと本来都市計画足りえないっていうふうに思ってるんですよ、うん。